はい、オートポリスに着きました。明日から予選、そして、日曜日決勝が始まります。天候にも恵まれて、2年ぶりのオートポリスチームと、しても非常に楽しみにしております。開幕戦6位、富士10位という流れで来てますが、ここオートポリスは横浜タイヤかなり相性がいいと思っています。ウエッツスポーツ、19号車ここで表彰台を目指して頑張りたいと思います。作戦等はですね、ちょっと明日フリー走行を見てからまた考えたいと思いますので、かなり天気がいいと思いますので、皆さん、近くの人はですね、ぜひオートポリスに足を運んでいただければなと思います。そして僕らはですね、熊本並びに九州の皆さんに元気が届けられるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。